出品情報の不備と在庫の問題に関するビデオシリーズへようこそこのシリーズでは次の項目についての理解を深めます出品情報の不備とクオリティアラート出品情報に関する不備の確認と修正在庫の問題と価格設定アラートですそれでは始めましょう Amazon の購入者の商品検索や購入判断は、商品詳細ページに載っている情報をもとに行われます。商品情報が不完全であったり不正確な場合、購入者の検索やショッピングの妨げとなります。Amazon は、商品詳細ページの品質を担保することに最善を尽くしています。情報の不備が検出された場合、マネッジインベントリーページに次のいずれかの警告、クオリティアラートが表示されます。 商品名、出品情報の商品名が長すぎたり短すぎたりすべて大文字になっていたり HTML コードが使われている可能性があります。商品説明とブレッドポイント、商品説明やブレッドポイントの記入が欠けている可能性があります。画像、商品のメイン画像が画像の要件を満たしていない可能性があります。ブランドとメーカー。カ これら2つのうち1つまたは両方が入力されていない可能性があります。そして、カテゴリーの個別要件です。デジタルカメラの画素数など、購入者が類似した商品同士を比較するために必要な情報が欠けている可能性があります。在庫アラートまたは価格アラートが発生する場合があります。在庫アラートは、フルフィルメントセンターの在庫が何らかの理由で販売できていないときに表示されます。 価格アラートは、小数点位置の誤りなど、商品価格が誤って設定された可能性があるときに表示されます。これらはほとんどの場合、簡単に発見し解決することができます。それについては次の2つのビデオで説明します。<music>